こんにちは、袋司会員の袋です。やっとホワイトニングのランキングができました。すいません、お待たせいたしました。ホワイトニングにうるさいあの人も満足したホワイトニング歯磨き粉ランキングということで、今日はお送りしていきたいと思っています。この動画を見ていただくことで、8月に選んだアットコスメの歯磨き粉ランキングの商品のすべてを使用してみました。そこで当院のスタッフの感想を得て、またもう一度、当院での格付けランキングを作ってみました。これによってアットコスメさんのランキングの正当性などを評価したいと思っています。すべての歯磨き粉をデザイン性、味、使用感、価格、総合というランキングカテゴリーで7点満点で評価したものです。7位の商品は歯ブラシだったため、ランキングから外して評価をさせていただきました。まず9位です。アットコスメは8位だったんですが、総合は 2.10 ネージュという商品です。価格がものすごく高いということもあると思いますが、デザイン3位、味7位、使用感9位、価格は 1.00 の評価、つまりほとんど評価がされていません。このようなもので下、8位ティースドロップス、デザイン5位、味7位、使用感7位、価格が7位です。アットコスメのランキングでは実はこの時は2位だったんですけど、今はランキングが4しています。このティースドロップスっていうのは、まあ、こんなすごい広告をされているんですけど、もう一時的にランキングを上げるためにかなり無理をしたんだと思います。第7位プロケアガード、デザイン9位、味9位、使用感6位、価格が6位、総合が 2.82 で7位です。第6位、これものすごく高い値段をするの歯磨き粉です。薬用パールホワイト EX、デザインが5位、味が4位、使用感7位、価格は 1.00、つまり高すぎてみんな敬遠したという形です。8位、5位は、アットコスメ6位の、マスティシェルフ、デザインが4位、味が6位、使用感が5位、価格は5位でした。4位は、シティスホワイトというところのプレミアム社員の、歯磨き粉ですね。これがデザインが4位、味が6位、使用感が5位、価格は5位でした。第3位はデンティスプラスホワイト、デザインが8位、味が3位、使用感が1位、価格は3位です。使用感はかなりこの10位だったんですけど、かなりこれは検討している歯磨き粉だと思います。割とスタッフの中でも高評価でした。ただなんか入れ物がダサいっていうところがあるのかもしれません。第2位はライオンが売ってます、スマイルコスメティックホワイトニングペーストノーマル、これはコスメの1位です。デザインが性も1位、味が2位、使用感が3位、価格は2位でした。アットコスメのランキングでは1位だったんですけど、実はこの1位になったのが、これのセンシティブケアという方の歯磨き粉です。デザインが2位、味が1位、使用感が2位、価格が1位、若干この方が値段が安くなっているんだと思います。割とこれが一番、うちのスタッフの中では高評価でした。結果は大手が売り出している商品になりました。大衆の多くに支持されている商品を一から作り出しているということだと思います。ただ箱は少し過大な広告が書いてある状態です。ホワイトニング効果は日本だから出せますが、おそらくアメリカでこのぐらいの効果ではすぐに販売停止にされてしまうというのもホワイトニング効果だったと思います。本来ホワイトニングは神経を過敏にする傾向にあるのに、センシティブケアの商品が1位になったのは、まあ、疑問点でありますし、ちょっとおかしな問題点かなというふうに思っています。アットコスメさんのランキングはじゃあどうだったか。アマゾンのようにキャンペーンのモニターを集中させて順位を上げたり、非常に高い価格をつけて、芸能人やブロガーを使うことでランキングを上げている商品も多く見られます。一般化するのはやはり大手で、長期間にわたってランキング入りしている商品はやや信用ができるのではないでしょうか。どちらにしてもホワイトニング効果が顕著なものは日本では今のところ販売されてはいないようです。以上です。